物理を見る目を鍛え上げる講義で楽しく実力アップさせる山口健一先生。主な担当講座はスタンダード物理1、2、ハイレベル物理1、2演習、総計大物理演習です。運動の法則ってやつです。今から何百年ぐらい前にあのニュートンですねのおっさんが考えたえ運動はどうやって送るかそういう話です。 でまあ、とりあえずちょっと書いていきますね彼が書いた運動の法則は3つあります運動の法則は3つあってで名前は面倒くさいからも書きません運動の第一法則とか言いましたね第一法則第二法則第三法則3つあります3つに全部運動をまとめたわけですねで1つは第一法則はこれ完成の法則って言いましたね完成の法則とか何とか言ってひと、まあ、言で言います完成ってみんな知ってますよね日本語知ってるよね are you ジャパああ言いますよねああいうジャパニーズ感性ってのは慣れた性質五次元引いておいてねもっと露骨に言うと今の現状分かりますね僕が今こうやっている止まってるこの止まってるっていう現状を維持しようとする今の性質を保っていこうとするそういう性質ですだから僕が今止まってるだからそのままでは何も起こらないだから力を加えて誰かがこう外、えー、力を加えてディスターブ、えー、なんて言ったらいいんだ でスターブ動き始めます僕は止まっていようとするわけですねあるいは動いてる僕動いてる僕はこのままでいくと動き続けますで何か物があっておい山口おい止まれというんで誰かが押して止まるつまり運動の現状止まってるやつは止まっていようとする動いてるやつはそのまま動いてをするそういう性質を出した法則ですでまあ実際あの高校の物理ではそれほど重大じゃないんですけれども大学に入ったらかなり意味が出てきます物理科の人はマークしておいてね でどういうことかというと、的、まあ、効果すすぐ消しますさあ、電車がありますね電車があった電車が動き出した、でここに僕が言います、僕は今止まってますね、電車が動き出した、しかし僕は止まろうとする性質があるので感染の説がありますから、そのままここにいようとする電車は先に動きます、ふわっと動く、だから電車の中に乗っていると電車が動いたら、後ろにあれあれあれって感じになりますね。あれは 後ろに引っ張られたんじゃなくて本当は僕は止まってる周りの電車が勝手に動くから後ろにハラハラってなるだけですねこれは電車が動いて後ろによろめくのはまさに完成ですね僕が止まっている止まっている性質を維持しようとしているわけですあるいは動いてる電車がずっと動いてる動いてるさあ、えー、当然ブレーキかけます今度はブレーキかけて止まろうとする止まろうとしたら僕は例えば1 0 m 毎秒で運動してる当然電車も今1 0 m 毎秒です で電車がブレーキをかけたら電車はスローダウンしていきます10から98だんだんスローダウンしていく僕は10の速さを維持しようとするから僕は10で行く電車はスローダウンするだから電車が、ね、僕から中から見ると僕は前にあれあれあれつんのめるわけですねだから僕が10の速さを維持しようとして電車が止まるから僕が前に8行くこの性質を使ってるわけですねあるいはもっと有名なやつは有名というか有名、えー、なのは電車のほうが有名ですね こんなやつありましたねこうやって、えー、こんな円形のやつが何段かになってここに顔を描,、ね、描いてやってで、横からこうハンマーか何かでガチンってやったらピョンて飛んでいって上の2つがポトンと落ちますねな名前なってたっけだるま落としとかな間違ったらごめんねだるま落としとかに名前がついてたと思いますけどハンマーでガーンって投げて下が飛んでいって上のやつがポトンと落ちるこれも完成ですねつまり上の2つは今止まってるぜ 今止まってるで力がない場合は止まってるで下の一つはまあ力が間近でかかるから運動があって飛んでいきますだから上の二つから見ると俺は止まってる俺は止まってる下が突然ポーンってなくなったでも止まってる性質を維持しようとするからあ,あれあれ下がないで MG がかかってゆっくりカチャーンと落ちるわけですね止まってる性質を維持しようとするそれがこの動いてるやつは動いてるやつですそれを保とうとする性質が感性っていいますでまあこの感性を表した量が質量って言いましたね M っていいますまあそれは圧で言いましょうねさあ第二付属です これが今日のハイライトですこれがわかんないやつは高校物理はもう絶望的になりますからねあの全く解けなくなります運動は全部これでいきます一言で言うともう知ってますね F イコール MA です詳しい意味はまた後で言いましょうねまあのそれ詳しくいきますからほっといてくださいねで M がこの感性です A は加速度先週やったやつです F は、えー、力フォースですねあのフォースですねこのフォースです あの力物理は知っての通り全部こり英語です英語の頭文字アクセラレーションでしたねで白はマスって言いますで F はフォースですねフォースと分かってますよね,あのこれですねあのルーク・スカイウォーカーとかアラギン・スカイウォーカーを使っているですねこのフォースですねこれ力って意味ですからねさあこの力の関係で意味はまた後で最後は作用・反作用です作用・反作用の法則といって これも言ったらアクションと言いますこれはリアクションですねアクションリアクションのほうを作っていますさあ何かっというともう簡単です、ね、僕は黒板を殴りますバーンてた叩きます痛かったちょっとそうすると僕がこれ僕の手ですドラえもんではありませんよさあ僕が黒板をバーンて殴ったら当然黒板は力がますバキーンって言って黒板がメリメリーっていきますねで当然だけど殴った僕も痛いですなんでかって言ったら黒板からこう力を受けますねでこの力の関係です これが作用、アクションこれがリアクション反作用といいますが僕が黒板に加えた力と同じ大きさで逆向きの力を僕も受けるぜっていう話ですねこれはまあ実際運動力保存とか全部そのベースになる考えですけれども、まあ、作用、こういう力が加わったら黒板がこういう力を受けたら僕はこういう力を受けて向きが逆大きさ同じ力を受けるぜ、まあ、これがニュートンがまとめた3つですこの3つで運動は全部解けるぜこれがニュートンの発想です でまあ、今出てきたんでちょっと分かったと思うけど、まあ、ポイントは力です力がかからなければブルブルっといく力があったら当然変わります力があってどうやって運動が変わるかって言ったらこうやって変わるぜって話ですねところでその力っていうのはこういう性質があるぜつまり力をベースにして運動の理論を全部考えたこれがニュートンの考えです